小学生たちが5年前に廃校となった母校山田小学校の有効利用を模索する岡山県和気町の山田小プロジェクトについては以前もお伝えしました。そのプロジェクト、6年生たちの熱意で有効利用に向けさらに一歩前進しました。おはようございます。よろしくお願いします。マイクロバスに乗り込む佐伯小学校6年生の16人。その目的は校外学習ではありません。山田小学校1年だけだったけど、このままなんか使われないってなるとやっぱり悲しいから、教育委員会の皆様と役場の皆様に山田小学校についての提案を行いに行こうと思っています。これから和気町の教育長に自分たちの思いを伝えに行くのです。かもしれません。ぜひね、みんなの熱意っていうものを、大人の人たちに伝えて、山田佐小学校がね、みんなの声がにぎわう場所にね、していってほしいなと思います。全校児童に送り出された6年生たち、彼らが思い描くのは佐伯小学校から3キロ離れた旧山田小学校のにぎわいを取り戻すことです。人口減少と少子化の影響で5年前に廃校となった和気町立山田小学校、6年生16人のうち4人がこの小学校に1年間通っていました。やっぱし母校がこのままだとなくなってしまうっていうのは、子どもたちにとってもやっぱすごい大変なことなようで、子どもたちがやりたいに任せて、で僕たちは本当にちょっとした軌道修正というか脱線を直しているぐらいで。その名も山田小プロジェクト。かつての母校を朽ち果てさせたくないと去年の卒業生が立ち上げ、校内の清掃から始めました。その思いを受け継いだ今の6年生たちは去年12月、廃校となった校舎で自分たちが企画して祭りを開催。地域の人たちの憩いの場として校舎が有効利用できる可能性を探りました。自分たちでどこまで考えてやってるか分かんないんですけど、なんかすごいな。子供がこれだけ ね思ってるのにから、ね、なんか大人がなんかできないものなんかね。山田小学校はまだまだ使える、そう確信した6年生たちが役場にやってきました。この日のためにプレゼン資料を作成しました。訴える相手は教育長です。今廃校になった学校を再利用するという選択があります。そんな選択をしてともに山田小学校、そして和気町をどんどん盛り上げていってくださいませんか。山田小学校周辺の自然はとっても綺麗なので、宿泊施設を作り合宿の施設などに使うことで幅広い世代に人気のある施設になるのではないかと思いました。真庭市の上田ビレッジでは修復工事で国庫保持制度を使って半額を国が出してくれたそうです。なので山田小学校の再利用の資金をある程度抑えられるのではないでしょうか。以上が私たちの提案でした。もしよろしければ検討よろしくお願いします。皆さんがね、和気町のことを思っていろいろ勉強してくれておるということは大変素晴らしいことだな。今後も山田小学校の活用をぜひ探っていきたいなと思っています。6年生たちの思いが教育長にも十二分に伝わったようです。再利用して地域の方々の思いも伝えて、もっと地域を盛り上げていってほしいなという思いで提案しました。これだけ真剣に、本当に学校跡地のこと、あるいは将来の和気町の将来について考えてくれている子どもたちがいるということは、我々にとっても、本当に、強い、意欲づけいうんですか、責任を感じています、はい。この日の6年生たちの活動はこれで終わりではありません。
教育長に提案した内容を学校に帰った後すぐに全校児童に報告しました。6年生は今日教育委員会という偉い人のところに行って山田小学校の再利用の提案をしに行きました。そこで山田小学校再利用に向けての提案をしてきました。春、夏、秋、冬それぞれの行事を提案し問題点や改善点を紹介していきました。山田小学校が再利用されるといいですね。そうですね。これからも再利用に向けて頑張っていきたいですね。はい。今年3月に卒業する6年生たち、この日最後に応援してくれた後輩たちにお礼を述べました。ありがとうございました。今日の再起庁舎でプレゼンにしに行くときも温かく送り出してくれてありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。来年は私たちに任せてください。はい、かっこいい。頑張ってください。ありがとうございます。山田小学校を、そして地域のにぎわいを守り続けたい。小学生たちの熱い思いは後輩たちにも受け継がれていきます。